こんにちは、合同会社セカンダリーの長内です。本日は2017年12月11日月曜日、今週の新略系イベントのご紹介です。今週も、個別指導講座をはじめ、多くの講座のご予約をいただいております。ありがとうございます。新略検定に向けた特設ページも、開設しておりますので、ぜひチェックしてみてください。さて、本日、11日月曜日は、武蔵野大学大学院の、出願期間が開始となります。明日12日火曜日はエドワード・ロスとマイケル・ガザニガの誕生日です。13日水曜日は創価大学大学院の出願期間が開始となります。14日木曜日は中央大学大学院の出願期間の開始。15日金曜日はお茶の水女子大学大学院の出願期間が開始となるのと、あと内田雄三郎の誕生日です。週末16日土曜日は東京聖徳大学大学院、オービリン大学大学院、ルーテル学院大学大学院の説明会、大学院説明会がございます。また日本マインドフルネス学会がの開催が予定されております。最後に週明け18日月曜日は帝京大学大学院の出願期間が開始となっております。これらの情報は弊社ウェブサイト、ブログにも、掲載しております。URL は説明欄にございますので、ぜひご覧ください。また、詳細および最新の情報は、各学会各大学ウェブサイトで、ご確認ください。心理学をもっと身近に、今週もセカンダリーをよろしくお願いいたします。YouTube で、ご覧になっている方は、チャンネル登録もお願いいたします。